西村経済産業大臣が代表の自民党支部が一昨年の衆議院選挙の公示日に国と契約があった医療法人から10万円の寄付を受けていたことがわかりました。当該法人とお話をした上で同義的検知から返金をいしました。西村大臣の自民党支部の政治資金収支報告書には。 二千二十一年衆議院選挙公示日の十月十九日、兵庫県赤石市,市の医療法人から十万円の寄付を受けた記載がされています。しかし医療法人は同じ年の八月、法務省所管の神戸刑務所と健康診断業務の契約を締結していました。公職選挙法は国と契約を結ぶ当事者が国政選挙に関連して寄付することを禁じています。